はい、皆さんこんにちは、ちでございます。ミスタープロ野球阪神タイガースやっていきましょう。コマンドですね。で、まあ練習ぐらいかな。相変わらずホエールズはマイナス87か、戦力敵のスコアラーも1人しかいないね。舐められたもんですね、本当ね。体調めちゃくちゃ良くなってるね。で、まず球団ファイル見ましょうか。で、前回がジャイアンツ見たんで、今回はホエールズ。誰？あ、小葉監督だ。あ、魅力756、指導力高いね、768、体調が悪くて、資金がもう999しかありません。後援会100に細いね。本当は球場練習、ちょっと低いね。選手抽選は低くて、スコアラーはちょっと高いね。球団の設備はいいのかな。あ、やっぱここ遠藤さんだよね。あ、中山さん2番目にいたんだ。あ、そうか、この頃は先発か、中山さんは。ねえ。で、遠藤さん 3.78 か、悪いね。そうだ、中山さんは速球派だったんだっけ。木田さんでしょ。で、新浦さんでしょ。そうそう。このね、遠藤さん、木田さん、新浦さんあたりはね、もうテクニックがいいんですけど、体力がないのよね。あと、掛畑さんもいるよね。うん。掛畑さんもいて、あと、堀井さんか。で、ああ、斎藤明夫さんね。ねえ、斎藤明夫さんなんか体力全然ないからね。テクはね、テクはほんまこのチームめちゃくちゃあるんですよ。新浦さんもそうですし、遠藤さんもね。遠藤さん、木田さん、新浦さんと、で、斎藤さんとね、なかなか言うことないんですけどね。で、打者はね、高木豊さんでしょ。で、加藤さん、屋敷さん、スーパーカトリオですね。で、ポンセさんは道地さんの田代さん、大ちゃん。で、若菜さん、ああ、村岡さんがいた。ああ、久しぶりにいた村岡さん。この人、めちゃくちゃ足速いんですよね。足かいてない？多分ね、もうスーパーカトリオ波か、まあそれ以上に速かったような気がしますね。この後めちゃくちゃ足速かったですよね、村岡さんね。で、高木よっていうのがちょっとこれ私は覚えてないんですよね。あと石橋さん、あ、山崎さんいるわ。いたんだね、この頃山崎さん。え、こけしバット、広島の人が山崎さんか。広島の人が山崎さんで、こっちが山崎さんでしたっけ。あ、とか広島の方が山崎さんか。あ、そうかそうかそうか。こけしバットの山崎さんだよね。クロマティとね、打率争ったんだよね。クロマティに持って帰っちゃいましたけど。いや、懐かしい。池ノ上さんがいて、あれ、平田さん覚えてない。ここにも平田さんがいる。ここにも平田さんがいるんだけど覚えてない。あと、あ、これ高橋さんは、あれ、セカンド、ショートじゃなかったっけ。スイッチヒッターだよね、この高橋さんね。あ、ほんと堀場さん、キャッチャー、あ、そうだ。あ、で、片平さんだよね。あ、懐かしいわ、ほんとね、これ見てるとね。あれ、高木豊さんはショートだっけ。じゃあ、セカンド誰、大ちゃん、おや、あ、そっか、私見た時には高橋さんがショート守ってたんだ。あら、この人もセカンドになってんだね。おや高橋さんショートの、高木豊さんがセカンドだったと思うんですけどね。で、加藤さん、八木さんは外野ですね。で、ポンセさんも外野だよね。で、田代さんがサード。あ、そっか。この時はそうなってんのかね。そんな感じな、懐かしいね。ちょっとね、あ、ごめんなさい。感慨深いのが勝ったので、ちょっとね、ずっと見ちゃいましたけど。さあ、じゃあやっていきましょう。球場投資しておきましょうか。さあ、じゃあ選手状態見ましょう。今回ピッチャー、うわぁ。あ、中田先生かな。中田先生で、福間さんにつなごうかな。遠山さんでもいいかな。久しぶり遠山さんでもいいかもわかんないね。優勝ちょっと待ってね。いつものコーナーですよ、これ。よいしょ。あ、これピッチャーだね。で、よいしょ。
あ、今回ね、2番様、4番、5番が調子がいいということで、はい。で、試合いっちゃいましょう。どうしましょうかね。山脇さん。山脇さん、微妙だな。2割6分まで落ちてきてるからね。まあ、その、広田さんがいいんで、とりあえずね、あ、柏原さんもいいんだね。あ、ちょっと真由美さんを再生させたいんでね。でも山脇さん1番に出すか、足速いしね。で広田さん、あ、長尾さん調子崩してる。平田さんだな。こうなれば柏原さんじゃなくて広田さん、こうだね。この布陣でいきましょうか。でピッチャーがこうだね。はい。どことだっけ？あ、スワローズね。スワローズか。あ、でもちょっと最近のスワローズ元気ないんだよね。まさか広島に抜かれるとはね。まあこのホーナーだね。もう打つな。うわあ、いきなり1点やられちゃった。相変わらずチームだねここね。え、まだ2アウト？へえ、危ない危ない。1点で終わった、よかった。あ、大花さんいい調子、いい感じで出てきてるから、これはちょっとやばいね。負けちゃうかもわかんないね。ああ、三者凡退か。あ、もうなくなっちゃった、もうなくなっちゃった。じゃあね、福間さんでいきましょうか。福間さん用意しておきましょう。遠山さんね、技術が1個足んなかったね。そういえばもう池田先生は大英行ったんですね。もうそういえばじゃないわ池田先生最終的に大英行ってんですね。ねえ、私もお話いただきまして、ああ、そういえばなんか大ホークスの池田さんのユニフォームを見た記憶があると。ただ野球の番組に、まあ、解説者じゃないんですけど、なんか出てた記憶がありますね。引退後ね、関西の番組で出てた記憶があるんで、もうその時やっぱり阪神 OB として出てたような気がしますね。あら、またこれやばいパターンかな。うわ、ストレートのフォアボールだ。で、これでノーアウトでホーナーか。ゲッツーにはならんか。あ、1点、また1点入った。あー、2点も入っちゃった。いや、これいけるの？おお、おお、月やめてよ。ぶな。さあ、代打で。あ、ちょっと待ってね。今回あれだったのかな？あ、岡田さん調子いいんだね。和田さんは、まだあれなんだね。これだったら、あ、真由美さんか。真由美さん出そうか。ダメだったね。もう先行きがかなり怪しい。体力はあるんだけどね。ま
さかの中田先生が3回で3失点とはね。ノーアウトから出たけども、ああ単調だな。ああ尾花先生すごいわ。これはしばらくダメだな。あーこの若松さんよく打つね本当に。あーゲッ福間さんもうこんなに減ったの。おもう福間さんボコボコじゃない。遠山先生準備しないと。これは負けたね。勝てる気しないわ。いや強い。ハントスワローズよく打つわ。もう2桁いくんじゃない今日ね。平田さんも下がってきてるんですよね打率がね。ああ打ったね。お長打だ。あ1点入れた。あとは福間さんで仕方がないわね。山明さんもちょっと、おーいったわ。ちょっとって言ったんだけど、まだ分かんないね。ただここからどうなるのかな。またノーアウトが打たれたりすると厄介なんだよね。ああよかった。広沢さんもなんだかんだで3割超えてんだよね。はあ1点の重さが違うわ。ああこっち1点取るの大変だけど向こう簡単に1点取るもんね。いやー3点が重いな。さあ平田さんここ頼むよ。ここは岡田さん見せ場だで。おいったいった。ああもうこれちょっと待って。代打出そうか。あもうここ代打だね。柏原さんでお願いします。3割7分6厘ダメか。あちょうどよかったの遠山さん。そっかそっか。どうしよう、もう山脇さんで行こうか。山脇さん全然ダメだもんね。そうだね、山脇さん変えちゃうもん。いやそれはわかるんです。ああそういうことね。そういうことね。守備が合いません。柏原さんがレフトライト5一緒か。じゃあ柏原さんライト生かしましょうか。はい。あ1点差まで追いついたね。あダメだダメだ、もう一人用意しよう。山本さんしかいないかな。山本さん用意しておきましょうか。これ逆転したら面白いけどね。もうしてやってるだけどね逆転勝ちしたら。またこれか。打つなぁ、ほんとほら。めちゃくちゃ打つなぁ。あ、ゲッツーか。おー、ナイス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 。
ああ、そこで遠山さんが来るか。そっか。そうか。仕方ないわね、これ。粘るね。おお、やるじゃない。タオさん頼むわ、もうちょっと。ああ、げっつい、痛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 い。ああ。さん打ち砕いてほしいけどね。ダメか。いやー、もう三者凡退で抑えてもらわないとね。9回の表またホーナーまで回ったらえらいことになるからね。さっき広沢さん、うわー、長打コースだ。スリーベース、あの人の足でスリーベースなんてあり得るのかい。うおー、でもう1点が簡単に入る。広沢さん、サイクルアンダーになるんじゃねえのか、下手するとね。あ、でももう回ってこないか。ホームランとスリーベース打ってるもんね。淡白だな、これ。さんしかいないか。いや、で、長尾さんでいいか。でも長尾さん調子悪いんだよね。あ、柏原さんさっき打ったかな。打ったんだよね。じゃあこれしかないか。花さんに打たれたね。もうこれ小原さん完投ペースだわ。若松さん打ったらこれえげつないな。うわ、もうめちゃくちゃ打つな小原さんも。あ、小原さんじゃないわ。 終わったわ。 で、ホーナーか。ああ、もうゲッツ取れたけど、ほら無理だな、もう。単調だな。うわ、もうほんとバースピッチャー好きだな。 まだツーアウトからなんだよね、これ。お疲れ様でした。はい、負けちゃいましたね。で、ああ、ホイールズ勝ってまして、カープも勝ってるんでね。ということは2位はカープなんだね、まだね。あ、やられてもしまった、えらいこっちゃ、どないしようと。 はい、何？ケフさんがこんなところで食らっちゃった。というわけで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。